さてさてさてと、よし、はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜の晩酌151へは、熱処理済みの札幌ラガービールをまた2回目の熱処理というんだろうか、これで完しました。50度から55度くらいだと思いますが、うわー、泡がすごい、すごい、すげえ泡だこれ。いや、45度から50度くらいだかな。勘太郎くん、お役目ごめんということで、さっきよりやっぱり色が濃いなったような気もするんですけど、缶ビールを、缶したビールをいただいてみます。苦味は、なんか苦味はスキッとこう出てきたような気もします。香りはよりなんかこう地ビールっぽい感じがして、これなんだろう、どっかで。なんつか、なんだ、ビールは、喉で楽しむもんだと、まあ言われるような気もしますが、言われたような気もするけど、これやっぱ缶すると一気に流し込むっていうよりも、口の中でこう味と香りを楽しんでみるような、そんな気がします。やっぱり冷てようがいいんだかな、ビールは。まあ多分常温、25度からそのぐらい、25度前後よりは、少し40度から50度ぐらいに温めた方がいいんでしょうけど、やっぱり一番いいのはどうでしょう、5度から10度ぐらいに冷やして飲むのが一番いいんじゃねえかと思います。感じてみました。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌151へでした。札幌ラガービール。